ちは今回も前回に引き続き温泉でございます。ということで今からね、塩原温泉にバスで向かいたいと思います。今回も温泉入りまくるぞ。温泉に着きました。じゃあまず飯食いますか。水車、ここで昼ご飯食べましょう。16にして、せん越ながら Spotify にて昭和、平成、そして令和と時代を超えたグッドミュージックのプレイリスト作りました。ぜひいいねしてチェックしてください。あ、アベレージでした。宇佐美森さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ニューアルバム潮祭6月23日に、まずはブラッドセブンで検索。はい、ごちそうさまでーす。まだチェックインするには早いんで、ちょっとこの辺ブラッとします。ここ塩原温泉かなり廃墟目立ちますね。まあ中とかこの辺綺麗なんで管理はされています。でここね、この川沿い綺麗な川があるんですよ。その隣にこの廃墟というどこか人を引きつけるようなね雰囲気を醸し出しておりますが、現状はねやはり寂しいことになっております。ここら辺はもう廃墟が立ち並んでおりますから、今からねその廃墟をぐるっと見て回りたいと思います。いやー、もうサビもあってボロくなってますなあ。ここもう窓がなくなっちゃってる。でこっちにも行けんのかな。ここはやってそうですね。これは廃墟かな。多分使われてないでしょうな、この雰囲気は。ボロい、ボロいです。いやー、その役目をもう終えております。あー、ここにもあります。中規模のホテルです。すでに閉館とあります。やはりここら辺草がちょっと生えててね。しかし外観は綺麗ですよ。しかし残念ですな。これはまだまだ使えそうな感じがするね。
ここも完全に廃墟ですな。ドアもうないもの。ここ結構古そうだぞ。まあ、ホテルというよりはアパートとかそんなイメージがしますな。使われてねえな、もう随分と日が経っている感じです。この山奥に佇むこの廃墟、このメインストリートの脇に立つこのホテルももう廃墟になってますね。こっちはもう荒れたい放題。ここがエントランスでしょうか。あー、この辺とか外れちゃってるな。中もね、結構荒れた感じになってますね。これまたメイン通りの脇にある、かなり大きな廃墟ですな。でもまだ新しいから、最近かな？まだ新しい。ですがやはり、草そこら中に生えてるな。これは大きいぞ、結構。これまだ新しいでしょう。それほどね、ボロボロという感じではないですね。先ほど昼ご飯を食べたばかりではありますが、デザートが食べたいということで、この先にね、デザート屋さんがあるんで、そこに行きます。だいたい30分ぐらい歩く感じですね。これはいいね、腹ごなし。楽しみだね。ということで、しばらく歩きます。今日すごく暑い。水分補給。行こう。おお、名物草団子に美味しい蜂蜜ありますだと。ここに来てこんなもの置いて卑怯な手を使うじゃないか。道なり8分だと。これはもう行っちゃうよ。あと少しなんで頑張っていきましょう。早く食べたい。グーッ。あのね、疲れた時にあの看板は狡猾だよ。狙ってるとしか思えないもの、あれ。お、どうもここから砂利道になりましたな。こんなところにあんの？お茶屋さん。これは秘境だよ。ここかな？お、やっております。よし。草団子を食べるぞ。これは風流だな。じゃあ早速何か食べてみます。大丈夫ですか？草団子とコーヒーセットお願いします。あったかいのでお願いします。
ごちそうさまでーす。草団子最高でした。時間結構いいんで今日泊まる、まあ、宿行きますか。宿の近くまで来ましたね。これ見てください、このひなびた感じ。これ私が泊まる宿の本館、清金堂ですね。まあ、ここにはね、今宿泊できないんで、別館ですね。すぐ隣にあります。いやー、いい味出してるぞ。お風呂になりますね。あ、はい。お風呂の方は温泉ですので、明日の9時まででしたらいつでも大丈夫です。あ、はい、はい。いや、中はね、かなり綺麗ですよ。着きました。私の部屋、ここです。なんと外観に比べ中はものすごく綺麗という綺麗めっちゃもう布団も敷いてあります。そしてね、外これですよ。もう川のね、音が聞こえる。これね、寝るとき気持ちいい。まさにね、大自然とともに寝ることできますね。大変素晴らしいです、この宿。予想以上だぞ。あ、今までね、こういった宿、あのトイレね、共用なんですが、これ専用のトイレありますね。いやー素晴らしい。しかしね、こういったところね、もう古くなってたりとか、壁もう思いっきりこうね、ひび入ってるでしょ、こうビシッと。ここもね、結構入ってますよ。こういったのがね、あの建物の味、きなびたところが味となり歴史になっていくんですね。これがね、ひなびた宿のあのいいところ。情緒がある。そしてこれですよ、温泉中の札。温泉に入るときはこの札を立てかけておくという。これでね、あの入ってるかどうかわかるとい う, このね、あの宿独自のシステムだね。じゃあこの建物の中ね、いろいろ見てみましょうか。いやー、これはリラックスできます。匂いもね、木の匂いがするね。いい匂い。明かりを消せばいいですね。お客さん入ってませんので。あー、わかりました。あー、すみません、ありがとうございます。すみません、ホコリかもわかんないです。はい、ホコリっぽいです。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。古いですもんね。ありがとうございます。この宿ね、本館があって、こっから行けるみたいですね。で、その本館は明治初頭だから150年前ぐらいにね、作られた、まあ、建物なんですね。ここか。よいしょ、あ、重っ。これか。いやー雰囲気変わったな。いや、もう匂いがね、古いです、すでに。いや、古っ。おっと、これはいきなり古くなった。あ、ここがエントランスかな。もう入り口からしてね、この歴史感漂う佇まいですよ。そしてここ清金堂という、まあ、名前ですね、宿の。これはね、どうやら尾崎紅葉先生がつけたみたいで、以前はね、佐野屋という旅館でしたと書いてあります。こういったね、あの話面白いよね。
じゃあもうちょっとね、上の方を探索してみますか。これ夜来たら絶対怖いって。夜は来れないよね。3階にまあメインのね、紅葉の間というのがあるみたいですね。こっちも、ここあれかな、宿かな。あ、これはいやー、廃墟と言ってもいいのでは。かなりね、匂いもこれ埃っぽいですな。ここ廃墟になってる。いいねー、こういうところ。いやー、趣があります。この立て付け、隙間だらけの立て付けがいいね。ほら、これは素晴らしい。ここかな。ここ尾崎紅葉先生のミュージアムですね。非常に趣のあるこの部屋、そして真ん中にはまあ代表作である金色夜叉の小説を置いてあります。そしてこっちにはまあ遺品とかね、いろいろありますな。ここには生前使用されていたカメラと、あと墨とか、まあ俳句が書かれてた茶碗とか、いろいろありますね。素晴らしい。ここにはね、もう歴史しか詰まっておりません。しかしここね、ものすごく暑いっていう。おかしいね。だいぶこの辺とかすごい隙間風入るはずなんだけど。ということでね、一回戻りましょうか。暑い。よし、じゃあせっかくなんでね、お風呂行きますか。さっきのところ歩いたおかげで足めっちゃ黒くなった。汚ねえ足。いや、汚い、黒いっす。じゃあお風呂行きます。お風呂ね、ルールあります。こう午後3時からと午後9時からで、まあ男性と女性入れ替わるんですけど、今日人いないのか、どっち入ってもいいよって言われたんで適当に入っちゃいます。まあ、ラッキー風呂っていうところから入ろうかな。まあ、幸運なことが起こりそうな気がするよね。で、ここかな、ここに木札を挿してと、入浴中となるわけですな。で、入ります。おや、どうした。これは中は大変綺麗です。飲み物もあるっていうね。よし、おお、外の川を見ながら入れるっていう最高のお風呂です。でもここ普通の道路だから、向こうからも見えるっていう。あんまりこう際に立つと危ないね。次はこっち行ってみようか。2つあるんだね、ここのお宿は。ここもね、やはりボロいですよ。ここ欠けちゃってるし、もうここも外れそうだし。素晴らしい、このひなび方。まさに私が求めていた温泉はここにあります。あ、そしてこっちかな。よし、
作りのいい感じじゃないでしょうか。すげえ。まあ外もね見えますね。ここも普通に道路があります。今日も素晴らしい温泉ばかりでした。ということで、この川のせせらぎの音とともにおやすみなさい。それでは明日も温泉たくさん入るぞ。よし。皆さん、ここ川の流れとともに起きることができる静金楼よりおはようございます。素晴らしい朝を迎えました。ということで、お風呂早速行きましょう。くぐらなかったら下の方はいられないでしょ。そうですね、扇風機だけじゃね。はい、これね、ナスの煮浸しなんです。ナスなんですか。え、今ナスちょうど一番美味しい時なんですよ。ああ、そうなんですね。リンギンショーで見たらトロトロしたんです。あ、そうですか。形がちょっとなくなっちゃったんですけど。あ、ないです。これは朝からね、大変豪勢ですよ。昨日の夜ご飯食ってないんで、ちょうどいいね。いっぱい食べます。いただきます。いや、どれから食べるか迷うね、こんだけやると。これ、おかみさんおすすめのナスだね。口の中でとろけるな、このナス。これ、僕の人生の中で一番美味しいナスかもしれない。美味しすぎてご飯も3杯目っていう、これはしょうがないね。この激うまなナス、ご飯の上に乗せちゃえ。そしてね、脇役もここに乗せて、このスペシャルナス丼の完成だね。
ごちそうさまでした。じゃあ10時になったんでチェックアウトします。予想以上にね、素晴らしい宿でしたな。よし、出発。いやー、この宿予想の10倍ぐらい良かったね。しかも朝涼しいし最高。